刺して刺して刺せよ刺して刺して刺せいけ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 刺せよいける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 勝つなよし勝つなオッケーオッケーオッケーやりましたいや嬉しいな嬉しいなみんな嬉しいな嬉しいなできますワイドは当たったとうんダッシュを決めて8番グランドビクトリーすごいやっぱ8番強かったですねやや絡まればしま皆さんこんにちはソフトクリームちゃんだよ今回はラジオ日経賞の予想したいと思いますそれではどうぞ勝ち馬は関西馬が3勝して2着2回名将テッコンやアンビシャスなどが勝っていますが副賞率的には関東馬の方が若干数字が良いようですまた斤量52キロ以下の馬は馬券に絡んでおらず12年前に勝ったロックルカブまで遡らないと入着した馬はいません53キロの馬がここ4年続けて馬券に絡んでいますが優勝はなし54キロから 56.5 キロの馬に勝ち馬が集中していますまた前走重賞組が2勝して2着2回とそこまで目立った成績でもなくオープン特別組が3勝して2着5回条件戦組が5勝して2着3回と意外と条件戦を勝ち上がってきてここでも活躍するという馬の割合が高いことがデータから見て取れますそして先行馬と差し馬で4勝ずつとなっていますが4コーナー5番手以内で6勝して2着も6回それに対して4コーナー10番手以降は1勝して2着2回ということで土曜のレースを追いかけましたがほとんどで逃げ馬が残っていますので前に行く馬を見逃すわけにはいかないようですそして馬券の傾向はご覧の通りです1番人気は2勝して2着3回2番人気が4勝して2着1回と1番人気と2番人気が飛び抜けた成績を記録していますここ4年は1番人気もしくは2番人気が勝利を挙げていますが2、3着にことごとく穴馬がやってきていることを忘れてはいけませんその影響もあって5番人気以内でのワンツースリーは1度だけしかなく馬連の10倍割れは昨年の1度だけ3連複の万馬券は6回3連単の10万馬券オーバーは4回とどちらかというと荒れることの方が多い傾向となっています続いては印をつけた馬をピックアップ本命はブレイブメジャーとしました正直激化する先行争いに乗っかる馬なのかそれを見る形で進めていく馬なのか非常に悩みましたが無理に前に行かせることもなく好意で進められるのではないかということでこの馬にしました 1800m という距離がマッチしているのかが非常に気になるところですが雨もそこまで気にならず成績も安定しているということでこの馬を本命としました対抗はディキシーナイト前走は見せ場たっぷりのレースを見せてくれましたがそのレース後に骨折手前の大怪我をしてしまいましたせっかくクラシックの挑戦権を獲得したのにもかかわらず休まなくてはならず非常に悔しい思いをすることとなりました無理にここを目指したわけでもなく回復に合わせて状態も上げてきましたので春先通りの力を出せればかなり期待も持てるんですが陣営は雨に対して前向きなコメントではありませんでしたのでここは対抗までとしました以下57キロは全然ダメなとはいえランソンプラーナは見限れないところ雨でも粘り切ったキサラギ賞を見ているだけに思ったよりも妙味もありますからここはあえて入れてみたいと思いますダディーズマインドとまたやり合ってしまったら一切期待を持てませんけれどもどちらかが折れてうまく隊列が定まった場合は非常に厄介な存在になりそうですのでここは抑えたいところです後方から進めるブレイキングドーンあたりも魅力的なんですがズブサが目立つので届かないという恐れも考えられるのが悩みの種です土曜日は明らかに前有利の馬場でしたのでどちらかといえば前の馬に力を入れて買いたいと思いますそれでは買い目です馬連のボックスにしましたちょっと点数が多いかもしれませんが
オッズが割れに割れていますので、取り紙はなさそうです。行きたがる馬はかなり多いので、ポジション争いが激化しそうですが、金量のデータ通り、ランス・オブ・プラーナが止まったとしても、ブレイキング・ドーンあたりが猛追するところを見せてくれれば頼もしいところです。前がごちゃつくだけに、そこをつく馬にも期待したいところです。さて、続いてはこちらも雨が予想されている CBC 賞の予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょう。勝ち馬は関西馬が発勝して2着10回。もちろん関西馬の出走が圧倒的に多いんですけれども、関東馬はレッドファルクスとプレミアムボックスしか馬銀に絡んでいません。また、5歳馬が5勝して2着4回。6歳馬が4勝して2着2回と、5歳と6歳が馬券に絡んだ30頭のうちおよそ7割を占めています。一方で高齢馬で馬券に絡んだのはヘッドライナーとスピニングノワールの2頭だけ。3歳馬、4歳馬もここまで成績が伸びていないレースも珍しく、9年前のダッシャー55と10年前のエイシンタイガーしか3歳は馬券に絡んでおらず、人気のアウィルアウェイにとっては気になるデータとなりました。また牝馬はここ10年のやや重ですとか重馬場の時には必ず馬券に絡んでおり、人気の有無にかかわらずやってくる可能性は低くありません。特に53キロ以上を背負った時は勝ち馬もいますので注意が必要です。ただ牝馬で勝ったのはいずれも53キロ以上の斤量を背負った馬だけでしたので、今年のメンバーには荷が重いかなと見るところもありますけれども、2、3着は十分に可能性があるだけに注意をしておきたいところです。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は2勝して2着1回現在5連敗中です。4番人気までで9勝を挙げているものの、1番人気から4番人気までそこまで副勝率も変わらず、7番人気以下で2着が5回と人気薄が入る余地が十分にあります。ここ3年は1番人気が馬券に絡めていないことから高配当が連発しており、単勝が10年前から10倍は超えていないものの、馬連は10倍割れが1回ありますが万馬券が3回もあり、3連複は3年連続で現在も継続中の万馬券7回、3連単の10万馬券オーバーも3年連続を含めて6回とかなり荒れている方向に振れることが多いレースとなっています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命は星雲構成です。この馬は雨の降った中距離 1200m で覚えている方も多いかもしれませんが、田んぼのような馬場の高松の宮記念を見事に制しました。それ以降はムラのある成績となってしまいましたが、連続して好走したことは最近ないだけにかなり心配な要素もあります。斤量が重いまでも成績を出せているという点ですとか、先行寄りの着室で同型のタイプがそこまでいない点も評価できますし、雨で時計がかかり走りにパワーがより求められていますので、斤量を見込まれてもそれを跳ね返せるポテンシャルがあるとみて本命としました。対抗はビップライブリー。これはまさに雨が降った時に活躍の幅が広がるまで、条件戦時代も勝ち負けを演じてきましたが、何より光ったのは雨の日の G2 のスワンステークスで4着に食い込んだということです。それ以降は思うような成績を上げているとは言いませんけれども、中距離を含めて左回りでも大きく崩れませんので、こういう天気だからこその一投として推奨したいところです。以下、中京では無類の強さを誇るグランドモノールも妙味も含めて頼もしい一頭ですし、2期のアウィルアウェイも金量がかなり魅力的なものの、反対にパワーの面に不満が残るだけに、各馬それぞれが一長一短あって難しいんですけれども、この天候に一番マッチした馬を軸として指名していきたいと思います。それでは開運名です。星雲構成から、そしてビップライブリーからの変則馬連です。レッドアンシルとの組み合わせが一部取り紙の組み合わせもありますけれども、アウィルアウェイ同様そこまで大きく評価をしておりませんので、
均等に勝って後輩等に弓を含ませるのもありなのかもしれません。金量の差が非常に気になりますけれども、重たい馬場適正の方に重点を置いてみましたので、これで4週連続の的中を狙います。以上 CBC 賞の予想でした。そして夕方までロケをしていましたが、なんと5週連続でプラス収支というえぐいほど絶好調のオイルさんのパドック予想の取材に行ってきました。実際にみんなで師匠の推奨する馬券を買って、これまたものすごい結果となりましたので、ぜひご期待ください。それではその次回の動画でまたお会いしましょう。